皆様お疲れ様です。お疲れ様です。塗り替え道場 TV を見ている皆様にここで告白があります。僕は1ヶ月半の間 YouTube に出ることができませんでした。いや、出させてもらえませんでした。これまで塗り替え道場の YouTube をやると決まった時に、僕は常にスタメンで第一線で YouTube 活動を行ってきました。僕が一生懸命やっているのに、社長は、いや、小林克信は僕を出させてくれませんでした。この映像が皆様の目に届くかどうかは分かりません。おそらく闇に消されて、また僕がいない存在になります。ですが、この映像を必ず見る小林さん、僕を絶対出させてください。干さないでください。そして今まで見てきてくれた視聴者の皆さん、心配いろいろかけてしまってすいませんでした。すいませんでした。すいませんでした。何この動画楽しい引っ張りを出る気持ち悪いこれはあの、つかみっていうらしいですよ。動画に出てなかったじゃないですか、はいはい、その間はまあ、実際まあクビになったのみたいなのがあったんですけど、まあ、実際社長とも会って、はい、まあ、ちょ最近ですけどね、はい、ここようやく最近社長と会えたんですけど、やっぱりあれなんですか、干されとったんですか。まあ、干されてましたねつまらんもん、寺西君になるじゃないですかだって何やったんですか、はい、今まで何やったんですか。 YouTube 干されてから家に帰って、はい、なんか変な音楽聴きながら酒飲んでたんですよね。いや違う、ジブリ見てましたジブリ、トトロとあのラピュタと、もうちょっと心きれいにしてね、もうそうでも あれなんですよで、まあ、実際1ヶ月半ぐらい僕出てなかったんで、はい、まあ、半分まあ出してもらえてないのもあるんですけど、はい、僕もいろいろ溜まってるんですよ。溜まっとるっすか。そうそうそう。で、社長もこっちがそう、こっちがそっちは次回バートだそっちは次回バートで OK なんかこれピーだと動かさずに、あれ動かさずにそうなるよ。でも実際、まあ、出てなかったんで、はい、でも結構言われたんですよ、社長にも、はい、まあ、こうしろ、ああしろ、こうしろダモで数字出んのだわ、はい、そのやってる時にですね、YouTube、はい、もう散々言われて、はい、悔しいんですけど、はい、言ってることは正しいなと。じゃあ一回やってよ、あれやってよ。何を悔しい時何やるの。あれ？ありがとう。あれね。あれね。悔しいよー。グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。で、まあ、社長が今不在なんで、はい、まあ、相談させてもらったんですけど、あの、はい、家にね、はい、社長の自宅にね、はい、侵入してみんなで落書きしたいなと。っていうことは家族の協力がいるってことですね。そう。だその辺はちょっと僕パイプがないんで、はい、はい、やっぱ一線置かれてるんで今。あ、僕小林家と。ああ、じゃあしげちゃんに言っときゃいいね、僕は。しげちゃん、うん、しげちゃんに言っときゃいいね、しげちゃん。しげちゃん。お父さんに言っときゃいい、家族に言っときゃいいね。まあ、家族の方たちに言っときゃいいね。借りれるんですね。いける、鍵を借りてほしいですね。いけんちゃう、全然。いけると思うんですよ。結構厳しいんじゃないですか。いや、そんなことないですよ。いや、言ってもだって僕、今、YouTube の本当スタメンみたいな感じじゃないですか。いやー、取り上げた。取り上げた、取り上げた。あやかる、あやかる、すいません。もう、あやかりますよ。鍵持ってきてほしいんでしょ。そう。借りてほしいお願いお願いします。お願いします。そういう時にどうやってやるの、はい、お母さんに教えてもらえなかった。うん、教えてもらったよ。どうやってやるの、人に頼み事する時は。社長の家を、家の鍵を借りてきてください。グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。そうなんで、まあ、はい、ちょっとね、この動画次回になるんですね。なんで次回にその社長の家を、ああそうやね、やってる動画になるってことですね、うん、はい。まあこれはまあちょっと宣戦布告ですよ、社長に。まあそうです、宣戦布告のとりあえず1本の動画で、ね、そうです、そうです、はい、じゃあ次回ですね、あの、はい、社長の家を実際に3人で荒らしていきますんで、はい、面白いと思ったらあのチャンネル登録とね、はい、いいねぜひお願いします。はい、お願いします、はい、お願いします。また見てねー、また見てねー。じゃあちょっと社長の部屋入っていきます。いやもうね、時は満ちた。はい、セキュリティとか大丈夫ですかね。僕本当にやりたことあるんですよ。もうムカつきすぎて、ちょっと待ってくださいね、うん、もういいって、もう本当にやめて触らんといてこれはあかん、これはこれはあかん。お前、どうしたの、弁償しろよ、お前犯罪だぞ、お前やばいっすよ、やばくね、普通に
前どう思う？何やっとんの、もうちょっと待って。